5番の稲垣と近畿の3名は後ろから、早くも隊列が落ち着いて2周回目1コーナー、まず前を取った1番の酒井、初日特選は積極先行も粘れずの7着、昨日準決勝はしっかりと持ち味を発揮しまっくりで捉えました。今日はどちらの作戦見せてくるのか、1番の酒井に後ろ追走するは7番鍋、4番武藤の埼玉勢、番手を回る阿部がその酒井のダッシュ仕掛けにしっかりつけたいところ、3番手から4番武藤です。2番西村が中段の位置、西村も今シリーズは鋭く伸びて2連勝、ここはうまくセンターライン乗っていくか、それともチャンスを待ち一瞬鋭い差し足を発揮したい2番の西村です。6番の岡崎が後ろから、今シリーズは2日間しっかり逃げています。その岡崎の先行力に乗っていき、3番稲川、5番の稲垣、近畿の3名上位独占狙うためには番手回る稲川がしっかりと岡崎をサポートしたいところ。ホームに帰って残り3周、両機動力型の戦いは前で酒井、後ろから岡崎がどの位置から仕掛けるのか、酒井がその近畿勢を警戒しています。果たして突っ張っての逃げまであるのか。酒井後方からは近畿の3名一気に踏み上がり、酒井を抑えます。引いて酒井、2番の西村は切り替えなく現在最後尾、4番手で酒井です。先行体制6番の岡崎、後ろ関東勢を警戒しながらペースを掴んでいきます。早めの巻き返しがあるのか関東勢、しかしジャン前から6番の岡崎がペースを上げていく。先行勝負は岡崎、番手3番稲川、続くは5番の稲垣と近畿勢が主導権つかみ、4番手からのまくりとなります。1番の酒井、酒井の後ろには埼玉図つけて、関東勢は後ろから、先行2から6番の岡崎の後ろ、稲川が車間を空けながら酒井の仕掛けを警戒し、2コーナーから発進する酒井、合わせて3番稲川も躊躇なく踏み込んで、1番酒井を牽制しながら踏み込んでいく。そして3番稲川、後ろ続いては5番の稲垣、近畿勢抜け出していく。3番稲川、稲川振り切って、後ろは5番の稲垣、岡崎の先行、番手稲川がしっかりサポートしながら踏み込んでいきます。酒井に合わせて番手発進稲川、後ろ稲垣もきっちりつけていき、最後抜け出す近畿両者、最後三茶から沿い、外一番酒井、内四番武藤で三茶から沿い接戦です。 S 級の決勝戦、岡崎の先行に乗った稲川がまくってくる酒井に合わせて発進、後ろ続く5番の稲垣と近畿のワンツーに三茶から沿い接戦です。内4番武藤、外は1番酒井、どうぞ正式決定をお待ちください。12レース決勝戦でした。12レース S 級の決勝戦ご覧いただきました。いかがでしたか。岡崎のけれんみのない先行といいますかね、酒井もいいとこまでまくっていって、はい、稲垣のこのうまさに稲川選手ですか、間違えちゃった、はい、興奮しとる、はい、いやでもね本当に最後酒井選手も行き切りそうでしたけどね。そうですね、うん、横に動きながら、稲川のこのテク、うん、やられたって感じですね、はい、最後笑顔も見えていました。やはりここで強さ見せてくれました。あとは稲垣選手もしっかり続いてましたかね。ねえ、うん、まあ、番手から張りながら出ていったんで、稲垣もしっかり突き切って、うん、一番人気ですかこれ、3着がどうですかね。3着はどうですか、酒井ですか、4番の武藤ですかね。武藤選手もね来てましたね、はい、3着争い接戦のようでした、はい、このまま決まりますと2車単は一番人気かと思われます、はい、お知らせします。ただいまのレースは写真判定を行っています。決定までしばらくお待ちください。12レース S 級の決勝戦は現在写真判定中となっております。三着争いですかね、酒井選手武藤選手とないですか、ね、うん、はい、接戦のようでしたので現在判決定、1着3番稲川翔、2着5番稲垣博之、3着1番酒井陽。
松戸競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式3番5番370円車番連勝単式3番5番410円3連勝複式1番3番5番400円3連勝単式3番5番1番1510円ワイド3番5番150円1番3番170円1番5番310円以上でございます。お待たせいたしました。12レース S 級決勝戦、1着優勝は3番稲川翔、2着5番稲垣博之、3着は写真判定の結果1番酒井陽、払い戻し金2車単3番5番410円、3連単3番5番1番1510円、その他の払い戻し金ご覧の通りです。またこチャンネル。